現在図書館の読書室にあるハンフリー・チェサムの肖像が、ハンフリー・チェサムはイングランドの商人、チェサムズ病院や、英語圏で最も古い公共図書館、チェサムズ図書館の創設者。チェサムは、クラムサルで生まれ、成功したマンチェスターの商人の息子として、ハンプシャー・クラムサルホールに住んでいた。彼は、マンチェスター・グラマースクールで学び、1597年に、 マンチェスターの理念業者、サミュエル・チッピングの見習いとなった。チェサムは1605年までチッピングの元におり、そして兄弟ジョージと共にロンドンに引っ越し、ジョージと織物を扱う商会を設立した。織物がロンドンで買われ、マンチェスターより高く売れたためその商売は成功した。彼はマンチェスターのクレートンホールを自宅として入手し、1628年、 ウィリアム・オーレルからタートン・タワーを購入した。1631年、彼の莫大な富が王にも知られるようになってからナイトにならないかと求められたが、彼はそれを拒絶し、罰金を課せられた。彼は、後の1635年拒むことができず、ランカシャー州執政長官となり、1643年、ランカシャー州会計局長官となることを強要され、それは、 年齢的にきついと分かった。彼はまた利払いを得始め、彼の死後国会が彼の財産を得るのを恐れた。彼はゆえに40人の貧しい少年たちのためにチャリティースクールに寄付し、そこは後にチェサムズ病院となり、そしてチェサムズ音楽学校となった。彼はまたチェサムズ図書館にも本の購入代金を含めたお金を残した。後に、 多くの図書館がこの資金をもとに建設された。1653年のチェサムの死後、学校や図書館が開かれた。彼の寄付を記念して像が建てられ、マンチェスター大聖堂の窓、マンチェスター市役所の像と壁画により記念されている。協定を優先し、彼の兄弟ジョージにクレートンホールは任された。ノーツ電記。ありがとうございます。